レジェンド同士が異色の顔合わせです。羽生結弦さんが俳優の大地真央さんとアイスショーで共演、スペシャルコラボの舞台裏に密着しました。新たな挑戦の2日前、羽生結弦さんはやっぱ緊張しますよね。ふさわしいように演技できたらいいなとは思います。3月に宮城で開かれたアイスショー、羽生結弦ノッテステラータ。東日本大震災で被災した羽生さんがふるさとから思いを込めたショー。注目されたのは大地真央さんとの異色の共演。その舞台裏とは。去年12月、アイスショーの準備が本格化しました。どうでしょう、意気込み。頑張ります。頑張ります。練習頑張ってきたんで。いやでも本当にします。お願いします。この日はショー本番で流れる映像の撮影。陸上でのダンスは緊張するとか。その後すぐにスペシャルゲストと初めての顔合わせが。失礼します。よろしくお願いいたします。初めまして、羽生です。よろしくお願いいたします。宝塚の元トップスター大地真央さんとの共演です。ワクワクする気持ちが一番ですね。今回はスケートリンクの横に舞台を設置。二人で一つの演目を演じます。せっかくのコラボだからこそ異色感は出したい、うん、こういう羽生くんっていう、うんうんうん、すり合わせたイメージをもとに振り付けがスタート。Yeah, sure. 羽生さんが競技時代から指示してきた振付師も参加。羽生さんは運命に翻弄される青年を演じます。大地さんの役は運命の女神。ミュージカルやコンサートなどを手掛ける振付師が参加しました。あらがえない運命の中で見出す希望を2人で表現します。スケートリンクで、舞台で、お互い別々に練習を重ねました。2人が揃った初めてのリハーサルは実は本番2日前。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。頑張ります。すごい楽しみに。81の確認をしてまいります。もうちょい前行った。もうちょっと前で大丈夫ですね。初めて振りを合わせる2人、細かい調整が続きます。あと羽生さんの右手の今胸にある肘がちょっと上がりすぎてしまうので、もうちょい下げ気味で大丈夫です。ありがとうございます。そしていよいよショーが開演。羽生さんとゆかりのあるトップスケーターが世界から集結。羽生さんのダンスの映像がリンクに大きく映し出される演出も。そしていよいよスペシャルコラボ。演じる運命の女神、人類の運命を支配しています。
そこに現れるのは無垢な若者。春の森で咲き誇る花と戯れます。忍び寄る運命にまだ気づいていない若者。美しく光に満ちた世界。突然運命の輪が回り始めます。降りかかる天災や戦争、恐怖に駆られ逃げ出す者の運命の女神に操られます。自由に無垢に生きている青年がだんだん運命というものに縛られ始める。誰しも運命からは逃れられない。運命は受け入れるしかない。逃れられない運命の中で自らはどう生きるのか。どうやったって抗いきれない運命みたいな、それを受け入れながらも立ち向かって進んでいくことで、その先の希望を見出してほしい。歩み出すことで希望が生まれる。そう若者を導いたのも運命の女神でした。羽生結弦。後ろからすっげー引っ張られてる。引っ張ったね。ありがとうございます。完璧なパフォーマンスを出すためにはどうしたらいいのかなということを考えながら、一生懸命頑張ってきたつもりです。また頑張りますってしか言いようがないかな。スケート界の歴史を塗り替えてきた金メダリスト、プロとしても輝き続けます。